美濃白鳥駅は、岐阜県郡上市白鳥町白鳥座大栗にある、長良川鉄道越火南線の駅である。駅番号は34。美濃大田駅方面から来た列車の約半数が当駅で折り返しとなっている。ホーム駅北側から見た、校内相対式ホーム2面2線を持ち列車同士の行き違いが可能な地上駅であるが、列車交換がなければ、方面に関係なく、 一番線発着。越南線の運転上重要な役割を果たしており、構内は広く側線及び車庫があり、夜間対白が設定されている。ホーム間は構内踏切で連絡している。駅舎から遠い方のホームには、長良川鉄道への転換後にログハウス風の小さな待合所が設けられたが、後に解体された。当駅で閉塞方式が変わり、北納駅までは、 スタッフ閉塞式であるため当たり駅から北納駅方面へは一列車しか入ることができない。当駅から北納駅方面へ発車する列車にはスタッフが手渡される。そのため終日にわたって社員配置駅となっている。駅舎は国鉄時代からのもので木造平屋建てである。駅舎には出札窓口、自動券売機がある。また、チャレンジショップ、ハザネ。 この子という個人で、日替わり出店できる売店が設けられているほか、JAME 組のの営業所も入っている。駅前急白鳥町の代表駅で、駅周辺にはその中心街が広がり、郵便局やコンビニや商店などが多数ある。駅から西へ進み、突き当たりを北へ行くと、駅から300メートルほどのところで、北から南に向かって流れる長良川の東詰めとなる。 そこから、白鳥大橋が伸び、対岸に渡ることができる。対岸では南北に、国道156号が走り、駅南東の奥見の大橋でこの長良川を渡っているが、この区間の沿線にも商店が進出し、物産館もある。駅からの突き当たりを南に行っても、国道156号に合流するが、合流点から白鳥大橋にかけての区間は、 旧国道156号であり、夏季には白鳥踊りが行われる。福井県大野市との県境に近く、北野駅と同様に、路線バスを乗り継いで、JR 小美北線くずり駅まで出ることが可能である。ABCDE ネサ、ね、トル、週刊歴史で巡る、鉄道全路線公営鉄道、私鉄26号長良川鉄道、明治鉄道、垂水鉄道、 三疑鉄道、伊勢鉄道、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年9月18日、10から11ページ。全国の利合自動車総欄から、国立国会図書館デジタルコレクション、鉄道省国時代341号、官報1933年7月28日、国立国会図書館デジタルコレクション、 ありがとうございます。